大家好。Yeah, well, both of you have been to Taiwan, and do you think cannibal can be happening in Taiwan? And maybe you can be the policeman in Taiwan. いや、起こりうると思います。最近も僕は台湾に行って、いろんなその田舎の方の町とかを回ったんですけど、すごくガンニバルっぽい村とか地域っていうのはあるんじゃないかなというふうに思いました。Cool. And the policeman? そうですね。その警察官が、まあ、事件なのか、これは本当なのか、嘘なのかっていうところにだんだんこう飲み込まれていく感覚っていうのは、まあ、楽しみにしていただきたいところです。Yeah, but in Taiwan, would you prefer to be the countryside policeman or in the city? He's been touring in Taiwan. 僕はこのガンニバルやっちゃっているから、ちょっと今田舎が怖いので。Have you seen any horror films from Taiwan or any specific horror film that inspired you to make this movie? すごい面白かったですね。台湾、そう、台湾でこういうホラー映画流行るんだと思って、ちょっと少し前の日本でもホラー映画がすごい流行った時期があるんですけど、その匂いを感じましたね。大家好，我是劉來佑美。このガンニバルにはやっぱりいくつか見どころがあって、家族愛が描かれる面と、そしてこうアクションが丁寧に描かれていて、そしてやっぱりこの物語の面白い一番の要素は最高スリラー、サイコロジカルスリラーな面、たくさん見どころありますので、ぜひチェックしてください。